はい、どうも、白滝です。今回の動画はポジション追加があったので、注目の選手、無課金、美課金税は引くべきなのか、そして今日からやるべきこと、最後に契約書のね、開封もやっていこうかなと思います。お知らせの方を見ていきましょう。2024年シリーズ1に S ランクの中継ぎ、A ランクは三塁手が追加されてきました。まあ三塁手は村上選手、坂本選手、浅村選手と、まあ強い選手がいるので、今、A ランク自チーム契約書を持っているという方は、まあそういったね、選手たちを獲得する、まあチャンスにはなっています。まあ他にもですね、阪神ではね、佐藤輝明選手、横浜宮崎選手、で、ソフトバンクで栗原選手、日ハム、清宮選手などが追加されてきました。ガチャ内容はグレードアップスカウト、グレード1は1回10エナジーでお得、まあそういったことが書かれているんですけれども、まあ実際はそんなに今のね、運営の状況ではお得ではないよね。まあこのエナジーを使うのであれば、育成に使った方がお得と、まあここ書いた方が個人的にいいんじゃないのかなと。まあ今回ね、中継ぎが追加されたので、注目の選手、まあ強い選手は誰なのか見ていこうかなと思います。阪神の方から見ていきましょう。桐敷選手が追加されてきました。A ランクはグランドオープン時には追加されてきたので、まあ、A ランク持っている方、S ランク当たればすぐに、まあ、突1、突2、まあ、することができるんじゃないのかなと。まあ、球種を見ると、第2球種、ツーシームも持っていて、第1球種、スプリット。まあ、左のね、ツースプは、貴重なので、もし累計やガチャで当たった場合は、まあ、初心者無課金税は、まあ、使える投資になってると思います。まあ、限界突破する先発も起用可能、特殊能力、ギレ、タイピンチ、内角と、まあ、リアタイ向きのね、球種、特殊能力が、まあ、なっているので、まあ、こちら、桐敷選手は今回注目の選手になっているんじゃないのかなと、まあ、変化球投手にね、必須級のギレ、まあ、そしてタイピンチを持っている、まあ、内角は、まあ、ストレートのね、体感速度アップなど、まあ、こういったね、強い特殊能力になっています。広島中崎選手、9位から73、71、62、まあ、称号で、まあ、9位世紀の同値にすることができます。リアタイでは使えないかな、まあ、ムービング持っているんですけれども、まあ、修正された後のムービングは、まあ、あんまり強くはないので、まあ、リアタイで使うのは、厳しい投資になっています。特殊能力は伸び、奪三振、キレ。横浜上茶谷選手、9位が78なので、称号で 9A にすることができる。まあ、投手適正限界突破すればね、先発起用することができて、まあ、スライダーカット持っているんですけれども、まあ、純正向きの選手かな、12球団のオーダーには入ってきません。特殊能力、タイピンチ20丸キレ、玉持ち。特殊能力はかなり強いんですけれども、まあ、リアタイで使うのは厳しい投手にはなっています。巨人、堀田選手、9位から70、59、61。投手適正、まあ、限界突破すればね、こちらも先発起用することができて、第1球種スプリットを持っているので、もしかしたら巨人査定で第2球種ツーシームがあるのかと思いきやツーシームは持っていません。縦スライダーとスプリット一応ね、投げ分けはすることができると。で、特殊能力は伸び、打たれ強さ対左打者。ヤクルト、星選手、9位から76、69、67。限界突破すればこちらも先発起用することができて、第1球種にスプリットを持っている、第2球種はどうなのか、なんとツーシームを持っています。またカットボール持っているので、カットボールスライダーの投げ分け、まあ、カットボールがね、変化量2とか3であれば、まあ、結構打ちにくかった、まあ、それでも打ちにくい投手でなってると思うんですけれども、まあ、ツーシームスプリットの投げ分けすることができるので、まあ、ヤクルト純正にとってはかなり欲しいね、ヘリア隊の投手にはなってると思います。特殊能力は超剛速球、伸び、内角と、このね、伸びが、まあ、2024年から強くなっているので、伸びを持っていて、ストレート確か9位 B なので、いや、これは本当ヤクルト純正のリア対戦にとっては、本当かなり欲しい、まあ、選手にはなってると思います。中日松山選手、9位79なので、称号で 9EA 可能。第1球種フォークと第2球種ツーシームを持っています。まあ、この球種だけだと、まあ、12球団のね、中継ぎであれば藤川選手とか高梨選手、まあ、他にも強い選手がいるので、まあ、どちらかというと、まあ、純正向きの選手になっています。特殊能力、キレ、タイピンチ、剛速球。特殊能力はかなり強い。
オリックス山田選手9位から76、65、62、まあ、初心者無課金勢は使える投手かな、まあ、カットボールと高速スライダー、左打者に対してはね、これのね、投げ分けが結構なんか打ちにくい、まあ、感じがします、まあ、あとはストレート QEB で、まあ、フォークを持っている、まあ、ガチオーダーには入ってきません。特殊能力は伸び、奪三振キレ。ロッテ澤田選手9位から75、65、63、まあ、限界突破すれば抑え起用することができて、155キロのストレートで、変化量2のフォークに縦カット通しても持っている、まあ、一応スライダーカットの投げ分けすることができるので、まあ、初心者の方は使える、まあ、投手になってると思います。特殊能力奪三振伸び対ランナー。ソフトバンクは又吉選手9位から74、74、68、まあ、同値なのでリーグ的にはかなり強い選手、まあ、球種の球威もね B 以上が3つあるので本当にリーグは強い、まあ、リアタイでは使えないかな。特殊能力は切れ、内角対ランナー。楽天孫選手9位から76、71、64、第2球種ツーシームを持っていて、タイピンチ発動した時のチェンジアップ、まあ、結構厄介だったんですけれども、特殊能力タイピンチはね消滅しました。まあその昔のシリーズは持っていたんですけれども、まあ、今回はなしと。特殊能力はキレ、緩急、要所。西武田村選手9位から75、64、59、まあ、この球種だとリアタで使うのは厳しいかな、まあ、限界突破すればね抑えも起用することができる。特殊能力は対左打者キレ、対ランナー。そして最後、日ハム福田選手9位から70、60、57、この球種だとリアタで使うのは厳しい、まあ、純正向きの選手。特殊能力は対左打者キレ、対ランナー。今回中継ぎ枠が追加されたんですけれども、リアタイで、まあ、使える選手としては、ヤクルトの星選手、阪神の桐敷選手、で、リーグ的に強いのが又吉選手になってくると思います。で、今回ね、まあ、このガチャが、来たんですけれども、まあ、4月25日は、まあ、以前ね、こういった、まあ、動画も投稿したんですけれども、タイムスリップセレクション第1弾が、まあ、登場してくるとは思うので、まあ、このガチャは引かずに、TS 第1弾ね、待機していってもらえればなと思います。次に話していく内容が今日やるべきこと。月曜日になったのでチャレンジカップがリセットされました。で、今週はチーム魂カップ、まあ、最近始めた方はねちょっと難しいんですけれども、まあ、参加条件が全選手同じチーム、優勝報酬15エナジー、 A ランク特訓コーチ、ゴールド契約書、まあ、獲得することができるので、まあ、こちらからやっていってください。で、初心者の方、まあ、そのね、同じチームの選手持っていないという方は、まあ、ノーマルスカウトから、まあ、C ランク以上ノーマルスカウト来ているので、まあ、その純正のねオーダー組むのは難しいんですけれども、まあ、今後はねそのノーマルスカウトで、まあ、D ランクや C ランク、 A ランクなど、まあ、その同じチームのね選手集めていってもらって、まあ、チャレンジカップ用のねオーダーも、まあ、作成していってもらえればなと思います。2つ目が契約書開封。25日から高い確率でタイムスリップセレクション第1弾が、まあ、更新されてくると思います。で、セレクションの時はポジション追加がありません。で、タイムスリップセレクション第1弾のイベントとガチャは1週間開催される。まあ、今日4月22日から見て契約書のね期限、まあ、5月2日までに間に合わないのであれば今引いて育成していってください。で、なぜ、まあ、今引いて育成すべきなのか、こちらマイページ戻るんですけれども、まあ、今ね開催されている特典付きのイベント、超志君ザワールド、まあ、開催期限見たんですけれども、2024年4月1日月曜日の10時から4月25日木曜日の2時59分と、なんとですねランキングイベントで、まあ、育成はねできるんですけれども、まあ、効率があまりよろしくないと。いや、ここ最近のねコナミさんは、まあ、育成もね維持でもさせたくない、まあ、そんなね背景が見えます。まあ、育成もねプロスペースの、まあ、楽しみの一つなのに、なぜか渋くする、まあ、渋くするね結果実際ね売り上げも激減、まあ、しているので、いやこれはね何やろうね、まあ、コナミさん本当に何がしたいのかマジでよくわからない。経験値 1.8 倍の得点は25日までで、25日からポジション追加もないと思うので、まあ、最後ねこちら S ラン契約書引いていこうかなと。まあ、残り9日残り8日は、まあ、5月2日まで間に合わないので、まあ、今引いて狙いの選手が当たれば育成することができるので、まあ、こちら2倍最後に引いていこうかなと。星選手に関しては左が書かれているのでそちらを見てください。まあでも今、星選手の近藤選手とかモイネロ選手、グランドオープンで当たったんですけれども、なんといってもね、育成イベントが来ないんで、誰一人育成できていません。
いやね、ほんと、ま、マジで課金も減ったね。毎回、なんか5、6万、おー、池田ライト選手、まあ、スピー解放4位かな。5、6万昔はね、課金してたんですけれども、だから一切課金しなくなった。課金こちらがしたいのにした、させないような方針をしてくるのは、ちょっとほんまによくわからないですけれども、まあ、2枚目行きましょう。まあ、最後まで動画を見てくれた方々、ご視聴ありがとうございました。まあ、今後もね、プロスピースの動画投稿するので、チャンネル登録と、まあ、ぜひともね、通知と、まあ、この動画に高評価の方もよろしくお願いします。さあ、頼むよ。お、阪神の自チームでバット当たれば、阪神、お、あー、バット当たらず、キリシキ選手でもいい。さあ、誰が来るのか、最後、お願い、頼む、かぶり。